スティーブン・フランク・アルビには、アメリカ合衆国のレコーディングエンジニアを及び、ミュージシャンである。シカゴを中心としたアメリカ中西部を拠点に、1980年代後期以降のオルタナティブロック、アンダーグラウンドロックシーンを代表する、名エンジニアとして活躍している。レコーディングエンジニアとして活動する一方で、ビッグ・ブラックや、レープマンというバンドのギタリスト及びボーカルを務め、 現在はシェラックで活動を行っている。1962年にカリフォルニア州パサデナに生まれ、1974年にモンタナ州ミズーラに移住。14、5歳の時に同級生の影響でラモーンズに夢中になり、これがその後の音楽キャリアの出発点にあったと本人は語っている。高校卒業後、シカゴにあるノースウェスタン大学でジャーナリズムを学ぶ。 地元のファン人でライターとして活躍する傍ら、バンド活動にも力を注ぎ、1981年、入在学中にビッグブラックを結成する。1984年にホームステッドレコードから EP レーサー X を、1986年にファーストアルバムアトマイザーをリリース。1986年にホームステッドからタッチゴーレコーズに移籍し、同年。 ヘッドエイク EP と7インチシングルハービーを録音し、翌年にリリースした。1987年、バンドは、セカンドアルバムソングス・アバウト、ファッキングと7インチシングルヒーズ、A4R, The m o d e をタッチゴーからリリースした。アルビには、その後、1987年にスキャンダラスなバンドレープマンを結成。 バンド名は宮脇心太郎による日本の漫画作品、ザ・レープマンに由来する。2枚の7インチシングル、ヘイテッドチネー、B ・ W ・マーモセットと、インキ・エスバット・クラック・ B ・ W ・ソング・ナンバーワン、1枚の EP ・バディー、そしてアルバム、ツーナンズ・エイパック・ミュールを、同じく1988年にタッチ・ゴーからリリースした後に解散した。 1992年にはシェラックを結成。シェラックは現在まで活動を継続しており、5枚のスタジオアルバムを発表している。2014年9月に7年ぶりのアルバム、デュード・インクレディブルをリリースした。サンパウロにてエンジニアとしては、ニルバーナのインユーテロ、ピクシーズのサーファー・ローザをはじめとして、スーパー・チャンク、モグワイ、スリント、ドン・キャバレロ、ヘルメット、 P.J. ハーベイ、マニックストリートプリーチャーズ、メルトバナナ、ニーナナスター社、ボレス、ザスラットバンクスなど国内外を問わず多数のアーティストの作品にエンジニアとして参加している。2004年にアルビニは約1500枚のアルバムに参加したと発言した。2007年にはイギーストゥージズの34年振りのアルバムをプロデュースした。 アルビには自身が音楽プロデューサーと呼ばれることを嫌っており、またアルバムのスリーブノートに自身の名前はクレジットされない方がいいとコメントしている。シカゴにエレクトリカルオーディオというレコーディングスタジオを所有しており、本人だけでなく彼のアシスタントであるグレッグ・ノーマンもエンジニアとして活動するときに使用している。1992年3月にレコーディングエンジニアを務めた。 ゼニー・ゲイバとの共演で、初来日。1993年11月に、シェラックとして、自身のバンドにおいて、初めての来日公演を行った。ありがとうございます。